茜は無事なのか。やあ、刹那圭介だよ。今回は、てか前回のラスト、茜の家に誰かが侵入したというところで終わる。さて、その茜はどうなるのか。もしかしたら最終回かもしれません。はあ、という感じで、イリナが茜の家に向かっております。気が動転していた。何やっているんだ私は。まずは警察に連絡しなきゃ。家を出て10分ぐらいしてからようやくそのことに気づく。すいません、強盗が入ったかもしれなくてですね。110番に電話をかけ、さっき起こった出来事を説明する。警察はすぐに向かうと言ってくれた。電話を終えた後、もう一度赤井に電話をかけてみる。やっぱり繋がらない。もし赤井が強盗や泥棒に襲われたのだとしたら、その場合は警察に解決してもらうしかない。だけど赤井に襲いかかった何かが赤井の幻覚だったとしたら、3週間前の隼人の様子がちらつく。とにかく急いで茜の家に向かわなきゃ。そこでふと思い出す。そういえば高志の家の方が茜の家に近いはず。あ、そうなんや。高志に任せるのか。先に行ってどうなっているのか確認してもらう方が賢明だ。頭いい。私は急いでアドレス帳から高志の番号を探し電話をかけた。もしもし、たかし？あかねに何か起こったのかもしれない。家に行ってみてくれない？たかしはすぐに、うん、と言ってくれた。とりあえず、今の段階でできることはこのくらいだろう。あとは、あかねの家に急ぐだけだ。あかね、大丈夫よね？不安で押しつぶされそうだった。大事な友達をこれ以上失うなんて考えたくもない。息を切らせながら走っていると、高志から電話がかかってくる。え？なんかあったんか？私はすぐに通話ボタンを押した。もしもし、どうだった？茜は家にいた？いや、いない。それに何かおかしいんだ。え？おかしい？何が？俺が茜ちゃんの家に着いた時、警察の人が外にいたんだけど、大丈夫だから帰っていいよなんて言い出して。大丈夫だから帰っていいよって何？何が？え？強盗とか泥棒とか捕まったん？え？見つかったってこと？いや、そういうわけでもないらしい。とにかくよくわかんないんだけど、茜ちゃんは家にいない。家にいないで大丈夫ってなわけないやろ。え、何？何それ？何がどうなっている？茜は今どこに？無事でいるの？なあエリナ、俺いろいろ考えてみたんだけどさ、わけが分からず混乱している私に高志がそう切り出した。やっぱり茜ちゃんは黒い影のせいでおかしくなっているんじゃないかって。もしそうだとしたら、茜ちゃんは今。嫌なこと言うのはやめてよ。茜は違う。隼人とは違うよ。それちょっと内容を知らない人が見たら、なんか隼人となんか区別されとみたいに聞こえるんやけど。ああ、いいなから聞いた話からすれば、確かに茜ちゃんと隼人は違うと思う。実際におかしくなった隼人を見たから、俺もなんとなくそれは理解できる。そうなんよな。私は電話口でしか黒い鍵に触れた後の隼人に会っていない。でも高志はそうなってしまった後の隼人を見ている。だからこそ
アカネちゃんはまだ助けられるって俺は思うんだ。助けるって、でもどうやって？すると、タカシはやけに落ち着いた顔じゃないわ、声でこう言った。大丈夫、俺が何とかする。かっけえ、タカシかっけえ。タカシってそんなキザキラだったっけな。真面目でたまにボケるタイプかなと思ったんやけどな。次の週間、通話が切れた。わあ、その言葉を最後に通話を切ったとかめっちゃかっこいいやん。そんなこと言ってられんけどかっこいいな。え？あまりに突然でしばらく思考回路が停止してしまう。タカシ？ようやく我に帰り、私はタカシの携帯に電話をかけ直した。しかし、アカネと同じように電源が入っていないか圏外だとも言われる。なんとかするって一体どうするつもり？タカシの考えがわからない。助けるって一体そんなのどうやって？タカシはアカネを助ける方法を思いついたにしないが違いない。そしてそれはタカシでもできることであるのだろう。考えろ考えろ。わからないで済ませたらダメだ、そんな気がする。悪い予感が私を襲っていた。ん？そこでふと疑問に思う。なんでタカシは電話を切って電源まで切ったんだ？私に説明している時間が惜しかった？いや、なんとなくそうじゃない気がする。そうでないとしたら私に邪魔されたくないとか？なんとなくその考えの方がしっくりくる。アカネを助けようとしてタカシの邪魔を私がするわけないのだが、なぜかしっくりくる。なんでそう思うのか。それは多分、なんとかすると言った時のタカシの声、静色？声色か。に、覚悟のようなものを感じていたからだ。確かにもう覚悟って感じだったよな。ゲーム的に言えばここにドーンとセリフが出てくるあたり覚悟って感じやな。覚悟。そうか。わかった。今のでそうかってわかるってなんなん。名探偵コナンレベルやぞ。名探偵イリナとかやるんか。タカシのことを麻酔銃で撃って眠りのタカシにするんか。ようやくタカシのしようとしていることがわかった。ね？タカシは、自ら黒い影に触れようとしてる。え？どういうこと？え、わかったでこの考え出てくるか？きっとそうだ。アカネがどこに行こうとしているのか、何を考えているのか、同じような状態に陥ればわかるのかもしれない。タカシはずっと、ハヤトが死んだのは自分のせいだと嘆いていた。アカネが学校に来なくなってしまったことにも責任を感じていた。アカネが今家にいない理由はわからない。黒い影のせいじゃない可能性だって十分にあり得る。でもそれを私やタカシに確かめる術はない。黒い影に触れたところでアカネがすぐに見つかるとも思えないが、見つけられる可能性はゼロではない。何もせず、ただ待っている間に、アカネが取り返しのつかない状態になってしまうかもしれない。ハイリスク、ローリターン。だけど、今のタカシならそれを実行するような気がした。タカシ。ってことはもしかして、またタカシが空き家に行くんじゃん。放っておいたらまずい。もしタカシが本気で喪失するつもりなら、何としても止めなくてはならない。すぐに携帯を操作し、近辺にある黒い影の目撃情報を漁る。探していると、いくつかの候補が出てきた。アカネ捜索を念頭に置けば、タカシが向かう場所はここから一番近い場所に違いない。さらに言えば、ハヤトと同じような死に方をした前例があるような、そんな場所を選ぶはずだ。もう推理やん、こんなん。
ホラーゲームとか言いながら 3D ゲームになってきてしまったんだよ、これ。ゲームプレイヤーが推理せずに、キャラクターが自動で推理してくれるタイプやな。読みがすごすぎやん。その条件で、まだ探す。すると、団地？バスで30分圏内の場所にある、廃団地の名前が上がっていた。その場所で何かを見たという女子高生が、精神的に、いや、女子大生やな。女子大生が精神的に病んだ後失踪し、山間部で交通事故に遭い死亡したという、事実かどうかはわからない、オカルトチックな前例も抱えている。完全にハヤトと一致するやん。山間部じゃはないけど、それ以外は全部な。携帯でこの短時間で見つけた場所だ。タガシが向かったという確証は得られない。でも、簡単に見つけられた場所だからこそ、タガシもきっとそこに行っているんじゃないかという確信めいた思いに駆られた。行こう。じっとしていても何も解決しない。私も覚悟を決めてバス停に向かって走り始める。これはラストミッションっていう匂いがする。どうなるかな。バスに揺られ団地に着く頃にはすっかり日が暮れていた。もうやばい匂いがプンプンしとる。ほんの少し歩けばすぐに住宅街があるというのに、団地があるこの空間は世界からまるで切り離されたかのように重く暗い雰囲気が漂っている。団地に一歩足を踏み入れた瞬間、体が重くなったような、そんな錯覚に襲われた。高橋、恐怖に足がすくみ、なかなか前に進めない。目を凝らしながら左右を見渡す。何でもいいから、高橋がここにいるという確証が欲しい。すると、団地と団地の間に生えた草が、踏み荒らされていることに気づく。誰かがいた、ということか？ちゃんとはわからないが、こうなってからまだ間もないように見えた。タカシが来たという可能性が高いってことやな。きっとタカシだ。そう決めつけ、前に進む決心をする。残された痕跡を追って、私はゆっくりと一歩を踏み出した。追ってくれよ、タカシ。ずっと体が震えている。大声を出して、タカシの名前を呼びたいのだが、体が言うことを聞いてくれない。緊張のせいか、空気の抜けたような声しか出なかった。黙ったまま、一歩一歩ゆっくりと前に進むことしかできない。なんだ？何？ふと、風の音とともに、全身に、おかんが襲う。おかんちゃんは、寒気じゃな。何がおかんじゃん。前にも、こういう読み間違いしたっていうのはちょっと思い出したけど、これよう見たらおかんじゃない。一瞬のめまいとともに、一気に鳥肌が立った。何？今の。急に呼吸が荒くなり、動悸が激しくなる。今の瞬間、何かが起きたような、そんな気がした。まさか黒い影か。でもそれが何なのかわからない。どのくらい時間が経ったのだろうか、どのくらい奥まで来たのだろうか。そんなに広いん？だってそんなに広いんだよ。ものすごく奥の方まで来てしまった気もするし、まだ全然進んでないような気がする。もう1時間ぐらい経ったような気もするが、おそらく数分しか経っていないのだろう。恐怖心を抑えながら左右を見渡し、高志を探す。するとその時、視界の端に光る何かを捉えた。懐中電灯か、何かだよね。
たかしか？たかしくんじゃないそれ。懐中電灯だとしたたかしだと思いたい。きっとそう。たかしが闇を照らすために持って歩いているに違いない。私は光った場所を目指して歩き出す。確かこの辺だったはず。窓から中を覗き込む。だけど暗くてよく見えない。だけどその瞬間、奥の方でまた何かが光ったものが見えた。やっぱりこの中にいるんだ。ふと窓から顔を離す。その時だった。まだその時だった。え？女の子で。何今の。黒い柿じゃなくて白い柿みたいなのが出てきたんですけど。え、なんなん今の。わけわからん。え？今の何？え？今のって。ゆっくりと歩く小さな女の子の姿。小さな女の子って言えばいいなも分かったんじゃ。私は確かにそれを見た。俺も見た。こんな時間に、こんな場所で、女の子が一人で歩いているわけない。でも見た。確実に見た。幽霊？そんなものを信じてはいけない。そんなものを信じてはいない。信じてはいないが、そうじゃなきゃ今のは何だったっていうの？呼吸が荒くなる。体は一層震えを増す。へえ、今のは何なんだ？何の音だね今の。追い打ちをかけるようにどこかから物音が聞こえてくる。やだ、怖い怖い。誰か、誰か。そしてさらに私の肩に置かれる。え？誰かの手。え？ちょっと待って、え？声にならない声が出る。え？エリナ。逃げ出そうとする私に肩に手を置いた人物は聞き慣れた声で話しかけてくる。たかし。だと思った。だと思った。なんかいいなって喋った瞬間でたかしだろうなって思ったわ、俺。やけもう逃げ出そうとする私にあたりから、もうちょっとな、ほっとしたような、ちょっと笑っとうような声になってしまった。だと思ったわ。お前、前から、相変わらずな、お前、こういうタイミングで出てくるよな、お前。緊張感とか持ってないんか、お前は。探していたたかしは、やっぱりここにいてくれた。たかし。思わず、その場に崩れ落ち、私は泣いてしまう。イリナ、どうしてここに？どうしてって、そんなの。泣きながら、たどたどしく、私はここまでの経緯を説明する。イリナには、お見通しだったわけか。あっとったんかい。嘘。マジで黒い影になろうとしちゃったんじゃ。推理力高ない？リナ。気まずそうに、タカシは顔をそらした。この様子だと黒い影に触れてはいなさそうだ。ねえ、バカなことはやめて戻ろう。こんなことをしても、アカネを見つけられっこないよ。タカシは黙ったまま、思い詰めた顔をしている。ダメだ。今俺にできるのはこれしかない。ハヤトを死なせちゃったのは俺だ。アカネちゃんは絶対助ける。それでタカシまで大変なことになったらどうするの？俺がおかしくなったら自殺しないように柱でも、にでも、縛りつけておいてくれよ。解決策が見つかるまでさ。バカなこと言わないでよ。バカを言っているつもりはない。本気で言っているんだ。そう言って私の方を睨むように見つめてくる。どうしよう。きっと今のたかしに何を言っても聞いてくれない。
どうにかして止めなきゃ。怪我をさせてでもここから連れ出していかなきゃいけない。棒か何かで骨、足の骨でも折れば。えぐい、考え方がえぐい。諦めてくれるかもしれない。えぐいわ。何でもいいから、高志を止めるための道具が欲しい。立ち上がり、私は周囲を見渡す。すると、そんな私の目に、それは映った。え？それは、高志を殴るための道具ではなく。え？黒い影。え？あんた、おったん。いやー、見た、見えてしまった。確実に見えてしまった。今のは見間違いなんかじゃない。絶対にそうだ。あれが隼人や茜をおかしくしてしまった黒い影だ。こんな真っ暗な闇の中でもそれが影だと分かってしまうほどの暗さ。そんなに？この世界には存在しないような、そんな限り、そんな今までも見たことのない何かが少し離れた場所にいた。そして私の叫びに反応するようにどこかへ消えていってしまった。あ、襲いかかってはないんだ。襲いかかってきてはない。逃げたんやな。え、私の反応、声に反応して高志は私が見ていた場所へと向かって走り出す。おい高志、行くな行くな、早まるな。お前、他に解決策があるかもしれんじゃないか。待て、ダメダメ、たかし、なんで私は見えるようになってしまったの。私も気づかぬうちにおかしくなってしまったのだろうか。もしそうなら私も自分で自分のことを殺すことになるのだろうか。そんなことより、たかしを止めないといけない。たかしをあれから守らなければいけない。恐怖が体中を縛りつけて私をこの場所に止めようとする。でも高志を守りたい一心で私はどうにか駆け出した。ハヤト、ハヤト、お願い、高志を守って。私はもう手遅れかもしれない。もしかしたらすぐハヤトのいる場所へと行くことになるのかもしれない。だけど高志は守らなければ、せめて高志だけは。走り続ける。少し前を行く高志が曲がり角を曲がった。それを追いかけ私も曲がり角を曲がる。しかし、え、高志？曲がった瞬間高志の姿を見失った。おい、これやばいで。今の一瞬でどこに消えたっていうの？ありえない。何がどうなっているの？前方へと顔を向ける。その先は闇が続くばかり。え、何これ、なんかの獣みたいな、しかも現実にはいないような獣のみたいな声が。すると道具の方から物音が聞こえてきた。え、私は急いでその物音の方へと走り出す。はい、というわけで、ちょっと区切りがいいんで、この辺で、この物音の正体が何かっていうのは、全然わかりません。すごい気になるところですね。あ、ロードしたらあかんねん。ロードしたらあかんねん。やっちまった。やっちまった。バスを降りとか、もうめっちゃ前のところ来てしまった。あかん。あ、緊張感今ので全部解けたわ。まあ、そんなわけで。ああ、戻らなあかんのか。やっちまった。というわけで今回はこの辺で。次回、あの物音は何だったのか。たかしは見つかるのか。そして、イーナは黒い影とどう戦っていくのか。気になるところです。次もよろしくお願いします。週明け。